やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日の話題はじゃん。甲子園の決勝、仙台育英と下関国際、どっちが優勝するか、占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄とツイッターに書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントで、秋情報、何日の何時とか空いてるよとか、この日空いてないよとか、書いてますので、アナウンスしてますので、申し込みくださいませ。で、お知らせその1、たまきの占い付き結婚相談所サービス、ズバコンの公式サイトありますので、動画概要欄に貼っておきますね。その2、心に本格占い館でたまきの占いのデジタルコンテンツが楽しめますので、それも動画概要欄に貼っておくので、ぜひやってみてくださいね。さて、甲子園の決勝。本当は準決勝ね、4校の時に占おうかなって思ってて、すっかり、他のことも占ってしまって、今日の昼に準決勝をなんか外でご飯食べてたらテレビでやってて、ああ占い忘れちゃった、せめて決勝を占おうと思って占いますね。詳しめに占います。今までプロ野球はね、去年とか占って悲惨な外れ方をしましてですね、もう二度と野球は占わないと誓ったけれど、甲子園は初めてなのでちょっと試しにやってみますね。玉木は占いじゃない、野球を外しがちっていうのをちょっと覚えといて、あーって思いながら見てくださいませ。仙台育英の投手の調子は、こんなに細かく占うの初めてだけどね、守備の調子、まあ、括弧投手以外の守備の調子、バッターの調子は、監督の采配はどうか。で、同じく下関国際の投手守備、バッター監督。で、最終的にズバリどちらが勝つか、っていうのを占おうと思います。リクエストいただいた時に東北初の優勝なるかって書いてあって、ああ、まだ東北地方で優勝してなかったんだと思って、ね、まだだったんだ。まだなんだね。そうか。私も仙台に途中6年間住んでいた身としては、仙台頑張れって。仙台に限らず、東北地方頑張れって気持ちは大きいけど、でも、そうだね、冬寒いしね、冬雪降るしね、まあ太平洋側はそうでもないけど、あんなに練習がしづらい環境だったら、暖かい地方には、よりにね、比べたらそれは不利だよなと思いながら。では、仙台育英の投手の調子はどうでしょうか。もう何しろ、何にも見ないで占ってるので、すいません。何も分かってない状態で。いや、子供の頃、小中高校生時代、高校野球大好きで、もう高校野球を見るための夏休みみたいな、子供だったんですけど、大人になったらなんか、見なくなっちゃって、いや、面白いよね。プロ野球は、すんごい苦手なんだけど、見てらんない、なんだろう。プロ野球ってダラダラしてなんか、テレビで、見てるとつまんなくない?だから、見たことがないの。でも、なぜか、高校野球は楽しくて、っていう思い出。一生懸命さが違うよね、なんかね。そんなことでプロ野球のファンの人に怒られちゃうかもしれないけど、いや、必死じゃない。ね。高校生。必死さが、ね、泣いたりね、もう感情をこう、あらわにしてるのが、はい、じゃあ、仙台育英、投手の調子、ズバッと出ました。あ、でも太陽か、太陽逆向いてるけど、逆向いても太陽っていいカードなんですよ。ポジティブなカードで。で、恋人は、周りとの連携がうまくいきそうでしょ?ただ、なんか、迷いが出そうなの。迷いとか、不安とか、どうするどうする、この場面どうするみたいな、なんか決断力が若干欠けるかなみたいな感じだけど、基本的にいいかな。70点か80点で、でも若干決断力に欠けるかなみたいな。はい、じゃあ、守備の調子は、括弧投手以外。守備って書いてから、あ、守備に投手含まれるやんって、ね、自分に突っ込みを入れた。投手以外の守備の調子はどうでしょうか?めちゃめちゃ大事なところで、それを落とすかみたいなのをね、落としたりするのもまた、高校野球の醍醐味でして、いや、落としたね、選手は、
こだまものだろうけど。ああ。はい。守備の調子はどうでしょうか。あんまり良くないかな。ズバッと出ました。そうだね。フードの逆。ちょっとこう、上ついてるっていうか集中力がない感じかな。うん。正義の逆も出てるし。そう、戦車の逆。ちょっと疲れてんのかな、もう。なんか、疲れて集中力がない感じ。運はいいんだけど、打点数、守備はね、20点くらい低いよ。運はいいけど、疲れて集中力×って書いといた。じゃあ、仙台育英のバッターの調子は。バッターの調子は、女帝の逆、節制の逆、力、ズバッと出ました。いやー、底力っていうか、本来の力、本質的な力はめっちゃあるんだけど、いまいち出せないかな。いまいち力出せずみたいな感じ。これも、20点くらいかな。実力はあるが出せず、それが本番、決勝で出せずみたいな感じ。じゃあ、監督の采配は、監督の采配は、おっと、鳳凰の逆だ。タワー、あんま、あ、どうしたどうした、ズバッと出ました。鳳凰と皇帝が両方逆向いちゃうと、調子悪いな。監督が監督らしくないよ。うん。そうね。どんな監督なのかちょっとわかんないけど、普段通りの力が出せないとか、どうしちゃったみたいな。これなんだろう、めちゃめちゃ緊張すんのかな、なんだろうね。うん、自分を見失っちゃいそうな感じがする。すごく悪いわ。10点くらい。自分を見失いそうって書いといた。あと、運の悪さとか、トラブルアクシデントのカードも出てる。気を強く持ってみたいな感じよ。じゃあ、下関国際の投手の調子はどうですか？はい、投手の調子は、めっちゃ結果が出るけど、トラブルのカードも出てるけど、ズバッと出ました。このトラブルアクシデントは若干気になるけど、それ以外はいいから、80点かな。80点。仙台育英も投手は良かったね。下関国際も、トラブルは怖いけど、基本的に結果出すと思う。じゃあ、投手以外の守備の調子はどうですか？守備がどうした？守備が結構ボロボロと大変かも。ズバッと出ました。タワーがの逆出てるね。すごいね。さすが甲子園というだけあって、なんかドラマチックというかトラブルアクシデントとかのカードがめっちゃ多いね。まあ、それでこそ甲子園みたいな感じもするけど、それにしてもタワー出すぎじゃない？守備も基本的な実力はあるんだけど、めちゃくちゃ運が悪そう。運の悪さ、トラブルに注意。守備、そうだねー。30点。仙台育英と同じだな。20点にしとこう。実力はあるが、運が悪い。運悪いとトラブル。投手にも守備にもトラブルのカードが出てしまう。じゃあ、下関国際のバッターの調子はどうですか？バッターの調子は、ズバッと出ました。そうだな。節制はいいよ。節制はいいし、フールもいいんだけど、悪魔のカードと、また運の悪さか。どんだけ運の悪さが、下関国際を襲うんだろうか。悪魔のカードなんだろうな。悪魔のカードで甲子園で考えられるとしたら、怪我、バッターで怪我。いや、投手で怪我はわかるけど、バッター、怪我、暑さ、なんかこう、打てない悪循環とか、何らかのこう、悪いものが発生しそうだね。でも基本的なキーカードがいいから、まあ、50点にしとくね、50点。流れはいいんだけど、ここでも運の悪さが、運の悪さってどうしたらいいんだみたいなね、そういう話になるよね。だから、しょうがない、ね、運の悪さって、そうだね、難しいね。
運の悪さってどうしたらいいんですかみたいな、そういう話になるね。なんか対策できませんかみたいな。いや、個人鑑定だったらそこを掘り下げるけどさ。監督の采配は、監督は運が良かった。なんだろう。なんで生徒たちは、なんだろうな、ズバッと出ました。ただ死神のカードが真ん中にいるんだけどね。天使のカードが真ん中にいるのは気になるけど、でもまあ、運もいいし、正しい判断はしそう。ただし真ん中に死神みたいな。これもうちょっと70点くらいにしとくわ、70点。運はいいよ。正しい判断もしそう。待って、めちゃめちゃさ、運の悪さみたいなのがさ、生徒たちにいっぱい出たんだけど、甲子園での運の悪さは、どうやったら克服できますか？この質問でどうだ。甲子園での運の悪さは、どうやったら克服できますか？対策ですね。こんなに運が悪いって言われたら、どうしろっちゅうねみたいな。そういうことですよ。ここに私たちの普段の生活へのヒントもあるかもしれない。運が悪いってこうね、出た場合、どうしたらいいのか。どうにもできないのか。抗うことはできないのか。どうしたらいいの？恋人！甲子園の場合ね、ズバッと出ました。あ、なんか、自分一人で何とかしようと思わない方がいいわ。仲間と団結して協力して、なんか、なんだろうな、これ。あと、受け入れるっていうのも出てるし、やっちまったとか、なんか、とんでもないアクシデント、不運なことが起こったって思っても、それを、受け入れることで切り替えるみたいな。なんか、ずるずるこう受け入れられないとさ、その現実を。受け入れられないと、やだやだっていう気持ちでさ、なんかずるずる、それが気持ちが引っ張られるじゃん。まず受け入れて、起きちゃった、しょうがない。まあ、しょうがない。うん。起きたものはしょうがないって、もうスッと受け入れつつ、それをなんか、集団で共有するみたいな。そうね。だから、なんか起きちゃってからの、対策みたいな感じが出たね。うん。そう。起きるのを防ぐみたいな、感じではなかったけど、あ、でもそうやってこまごまとその場で一個一個運の悪さ、小さな運の悪さを解決してたら大きな運の悪さは襲ってこないのかもね、ってふと思った。はい、ズバリどちらが勝つでしょうか。仙台育英、下関国際。はい、ズバリどっちが勝ちますか。2枚並べます。去年の本当はプロ野球の、めっちゃ外れた悲惨なのが思い出されて、自分の心のトラウマみたいになってんだけど、本当に。どっちが勝つか負けるか野球みたいな。仙台育英、マジシャン、下関国際、先生どうしよう。両方いいカードが出ちゃった。困ったなぁ。きっと接戦なんだね。あー、困った。あー、そういう出方するんだ。あー、技術とスキルの仙台育英。心の安定の下関、なんかね、こう、穏やかにこう、自制心みたいな、下関国際みたいなカードが出ましたけど。これで、キーカードがフールなんだよ。これ答えたくないっていう時に出んのね、フールって。これで終わりっていうのは許されないでしょうか。タロットさん、それを、こう、野球を占うのは、それはちょっと玉木おかしくない。酷じゃないね。純粋に楽しまないっていう、なんかそういう提案だと受け取ったんだけど、これも、占いの、何としての、このエンタメ的占い動画としての一つの答えだと思うんだけど、どうかしら。いや、出すのよ、ちゃんとタロットさん勝つか負けるかとか、どう、イエスかノーかって出すんだけど、答えたくないっていうのがキーカードだし、両方いいよ、両方頑張るよっていうのを出たしさ、これは怒られちゃうかもしれないけど、ここまで占っといて、占いよって、逃げてんのかよって言われるかもしれないけど、別に逃げてるわけじゃなくて、ここでちゃんと出たら言うつもりだったけど、出さないっていう判断をタロットさんが、うちのタロットさんが、それが、ここで答えを出さないっていうのが、
賢さであり知恵であり、そうだよってなんかそう言ってる気がするの。なので私ここでやめていいでしょうか。すいません本当に本当に申し訳ありませんが、最近もなんか一個だけあったな、こういうの。なんかどっちでもないみたいなの。これでちょっとお許しください。今までのちょっとホワイトボードで見せるから、おさらいするから、これで納得して。仙台育英の投手の調子、70-80点で、基本的にいいけど決断力が若干欠けるかな。守備20点、運はいいけど疲れて集中力罰、バッターの調子20点、実力はあるがそれが今回出せない、監督の采配10点、自分を 見失いそう。下関国際の投手80点、トラブルが怖いけど結果は出す、守備は20点、実力はあるが運が悪い、トラブル、バッターも50点、流れはいいけど運の悪さ、監督は70点で運はいい、正しい判断をするっていうので、総合的に見るとこっちが優勢かなって個人的には思うんですけれども、だから総合的に今日占った中では私こっちかなってちょっと思うのね。でもズバリどちらが勝つって聞き方をすると、それは答えないのが賢さだよってそれが知恵であり賢さでありみたいな、両方頑張るから答えないよっていうね、なんかこう悟されるようなカードを出されたので、これでちょっと納得していただけると幸いでございます。すいません、なんかね、すっきりした。これが最後出なくてごめんなさい。多分こっちかな、なんとなくタロットさんはやらなくてこっちかなって思うかな、全体的な点数からね。はい、以上になりますが、いかがだったでしょうか。じゃんけんいきますね。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。